い、ということで2つ目の相談をお願いします。はい、私が結構面接官のタイプによって面接の出来がすごい左右されてしまうので、その対処法を知りたいです。具体的にどういう雑談形式ですごいラフな感じだったらすごい喋れるんですけど、なんか相手の方が無表情で何も言わなかったりとか、結構きつい感じの人だとうまく喋れなくなってしまって伝えられなかったなってなることが結構あります。結論から言うと、これは試してるんですよ。はい、何かっていうと、例えば営業の会社で営業するってなった時に、関係値ゼロな人、はい、無表情な人っているんですよ。そうですね。そういう人に対して営業することが苦か苦じゃないかっていうことで、うん、それが苦な人は入社しない方がいいってことで、はい、フィルタリングとして弾いてるんですね。だから、はい、マッチング見てるだけだから、あなたに合わなかったってだけなので、はい、むしろラッキーと思いました。そこでもちろん無表情な人を突破することを努力してもいいんだけど、はい、もうそういうところは落ちてラッキーだったって思うようにするのも一つの手ではある。あなたからラッキーや入社してから不幸、はい、いい塩梅の圧迫まではいかないけどちょっととっつきにくいなっていう面接官の方もいらっしゃるじゃないですか、はい、そういう時にちょっと困ったりする時もあるんですね。そうですね。そういう時ってやっぱ離れなんですよ。離れです。プレゼンです。これね、プレゼンテクニックがあって、はいはい、落とし穴理論っていうんですけど、落とし穴理論は何かっていうと、例えば30秒ぐらいで短く自己紹介しますと、はい、自己紹介のところに2箇所ぐらいんっていう、こう質問をしたくなるそわそわっとするワードを置いておくんですよ、はい、例えばなんちゃら作戦みたいな、筑波さん大作戦みたいな、筑波さん大作戦って何みたいな、必ず聞くんです。だからそういう落とし穴を設けると、どんなタイプの人でも同じことがプレゼンテーションできるっていう、これ一生使えるから落とし穴できる。めっちゃ使いますけど、意図的に、はい、ここ質問してくださいねっていう穴を作る。それが落とし穴だと思ってたけど、全然落とし穴引っかからないケースがあるから、何回も爆発を踏んで、この落とし穴は有効か有効じゃないかっていうのを繰り返すように。ちなみに結構とっつきにくかったりとか、詰めてくるタイプの面接官の方の中で良くなかったなって思う瞬間とかってどういうところにあるんですか？反応がない時ねみたいな感じで終わっちゃうと、いやまだ聞いてほしいところあるんだけどみたいになって、あんまりいやみたいになっちゃう。それは落とし穴が弱いし、はい、本当は自分の言いたいこと言ってないように入社しちゃって、はいはい、不幸になるっていうケースが一番やばいと思うから、もうちょっといいですかって言った方がいいんじゃない。なこれだけは聞いてください。これだけは聞いてください、うん、はい。みんな皆さん的にその落とし穴になっているかどうかを判断してほしいなと思ってるんですね。はい、なので30秒ぐらいでさっきのガクチカでも何でもいいんですけど、はい、話してもらってもいいですか？はい、はい、私はアルバイトで新人教育に携わらせていただいてまして、で具体的にやったこととしては、具体的なマニュアルがなかったのでそちらを作成し掲示することを提案させていただいたことと、あとは新人教育の上で新人に仕事を任せるようにしたんですけども、その際には目的とその人の特性を意識した指導を行っていました。以上です。これさ、マニュアルって言うけどさ、もうすでにあるじゃん。マニュアル紙で冗長に書いてあるマニュアルが控室に置いてあるだけだったんですよ。結構口頭でもう伝えるのがほとんどで、覚えて取り掛かることがほとんどだったんですけど、それを一目で分かるように番号とその対応表みたいなのを作ったりとか、視覚的に分かるようにマニュアルを作成するように。でそれ全国1000店舗と同じ問題が起きてるってことですか？店によって結構違うんですよ、やり方が。じゃあ他にも問題起きてるってことですね。かもしれないです。でも成り立てますよね、普通に。そうですね。アルバイトの人って日本人だけじゃなくて外国人の人もいます。あ、はい、日本語が分かりづらい人もいますよね、はい、でも回ってますよね。そうですね。問題なんですか、それって。でも決定的な問題だったのかは分からないんですけど、私がやってる店舗ではやっぱそのせいで提供ミスだったりとか時間がかかってしまったりとか、まあ、離職につながっているように私は感じてました。1000店舗あるうちのこの1店舗だけがその問題が起きている。いや、それは分からないですって思っちゃう。はい、以上、アカデミー説でした。今のを聞いて落とし穴理論的にはどうでした？まず結論ファーストになってない。だってガクチカって要するに、私のことを採用するとこんなメリットありますよ、御社に。だから、はい、私の武器はこれですっていう話じゃん、はい、要は、うまい、早い、安いです、はい、私の武器は。一言であるからさ、まず、分かりやすい結論ファーストがあった上で、はい、そこから補足が入ってこれじゃん。新人教育に携わらせていただきましたって言ったけど、はい、新人教育に携わらせていただきましたって何？じゃなくて、はい、例えばオペレーション改善しましたって一言言ったらなくて、はい、ただオペレーション改善しましたとなると、はい、でも全国に1000店舗あるうちの1000分の1店舗でその問題が起きて、1000分の1店舗でそれが解決されてって、なんかちょっと嘘じゃねって思っちゃう。あっていうので危険だよ。だってもうあるじゃん、最強の仕組みが絶対に。あだって国籍バラバラやん、日本語もできない人多いやん、だけど働けてるじゃん。本当に店長による
ところが結構あって、私が勤めてから4人くらい変わってるんですけど、その人に結構よるんですよ、そのやり方とか教え方とかも。4人の店長の話をした方が分かりやすい。あ、はい、確かにね、だからそしたらっていうのがこう爆発じゃん。まあだから4人の上司を経験しましたっていうとなんか厚みあると思う、はい、その中でもそれぞれに合わせて店舗全体で結果が出るように努力しましたっていう話ってすごいいいと思う。面接官のタイプによってっていうよりは、ちゃんと毎回落とし穴を作って場数を踏めばある程度どんな人でもいいってところと、 そもそも合わない人だったら入社しない方がいい、むしろラッキーだと思った、はい、で、あのそもそも大前提として映画ありますよね、好きな映画ありますから、ね、最近みたいな映画じゃん、プペル、プペル、じゃあプペルが100人が見たら100人全員が絶賛すると思いますか、はい、いや、そんなことわかりますよね、はい、だから一つの映画を見ても感想は人それぞれ、はい、だから自分の強みとか自己 PR とかを話した時の感じることも100人人それぞれ、はい、なのでもうそもそも映画は感想バラバラだよねっていう大事と思った方がよくて、合わない人に合わないよ、合わない、はい、ということで2つ目の相談が解決されたということでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。最終的に何を見て入社する会社を決めればいいのか、尊敬する人がたくさんいるかどうか、要は社員と会えっていうことで、はい、このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。